はい、皆さん、こんにちは。ファンなんです。今日お送りする動画は、朝鮮史の中の高麗時代です。以前までは、新羅の三国の統一というところで、終わりましたけども、いよいよこの高麗の時代に入ってまいります。で、英語ではですね、韓国のことをコリアというふうに言いますけども、このコリアというのは、高麗から来ている言葉でもあります。ですから、韓国、朝鮮のアイデンティティを考えるときには、この高麗時代を考えて、そして知るということが、とても大切ではないかと思われます。で、何よりも、高麗時代というのは、皆さんも知っての通り、たくさんの侵略を受けた、そういう時代でもあります。で、高麗はですね、もともと、呉高句麗から出てきた、王厥という王様によって、作られました。で、その前は、呉高句麗、フー国領、それから、呉百済、フー百済、そして、新羅の呉三国時代というのが、だいたい30年から、それから40年間、続いたと言われています。その後、呉高句麗から出てきたのが、この高麗ですね。ですから、高句麗の後継ぎという解釈によって、高句麗が生まれたというふうに考えることができます。で、最初の王様が、建てられたのはですね、王厥という王様で、918年に王位につきます。それから、500年間、この高麗時代というのが続くんですけども、918年、王厥が王様についてから、滅ぶのが1392年ですから、室町時代の最初の頃に考えることができます。500年も続いたというふうに考えると、相当長い間、この高麗時代というのが続いたということを考えることができます。この第3期に分かれるんですけども、高麗時代が1期、それから2期、3期というふうに分かれるんですけども、1期は王権の安定を図る、その時代。ですから政治とかですね、それから王権が安定していくためのそのシステム、政治のシステムとか、税の取り立てとかですね、仏教国になっていく、そういう、形なんですけども、そういった王権の形が出来上がっていく時代ですね。それから戊辰時代というのがあります。これは文字の通りですね、武士が政権を取っていくという時代です。韓国にはこの文人というですね、要するに儒教をその研究するで、文によって治める、そういう政権と、それから武力によって国を治めていくという、その2つの政権が両立をしていたんですけども、結局はその武神ですね、武神によるその政権で確立されていきます。それから3期目がモンゴルの支配ということで、これはモンゴルから現に国が改められますけども、モンゴルが関東を侵略していく、そういう中でモンゴルに服属していく、そういう期間がこの3期にあたります。で、先ほども申しましたこの武漢とですね、文漢が2つあるんですけども、これは、科挙という制度によって、試験を受けて合格したらですね、こういう文官武官になっていくんですね。これが高麗時代において、
画期的に、この漢字、管理登用試験というものが始まっていく、そういう背景になっています。ですから、これは韓国では文番と言ったりですね、それから武漢のことを無番と言いますけども、この二つを合わせて、ヤン、両半、まあ、ヤン、韓国ではヤン、バンと言います。ヤン、バンの制度ができたのがこの時代であると。もちろん中国の制度から取り入れたということもあるんですけども、これが確立していく時代がこの時代であると。しかしながら最終的には先ほども申しましたけども、武新政権によって、収められていくというふうになっていきます。で、何よりもこの異民族の侵入が、度重なる侵入によって、たくさんの、まあ、被害を受けた。そして、国が荒れて、廃墟となっていくというのが、この500年の歴史であったとも言えるわけです。まあ、もちろんその中から、民衆の抵抗とかですね、そして国を守っていこうとするその力が、湧いてきたがゆえに、さまざまな高度な文化というものが定着していったことにもあるんですけども、まず、この吉丹族というですね、北方の民族による山道の侵入に悩まされます。でその後にですね、北方、まあ今の北の方なんですけども、そこに千里の長城を築いていきます。その後にですね、女真族という、まあ、これも北方の民族によって、侵入を受けて、まあ、服属しろというふうに要求をされていくんですけども、まあ、これに対しても何度も抵抗を重ねながら、そして、抵抗を続けてはいくんですけども、結局、まあ、金帝国というですね、金の国になった後にですね、仕方なく服属をすることによって、まあ、ダメージを避けたというふうに言われています。その後にですね、まあ、モンゴルの侵入が入ってくるということで、ここからですね、まあ、モンゴルとの戦いが始まるんですけども、まあ、面白いのはですね、この時の、まあ、貴族ですね、それから、まあ、王族ですね、は、避難するためにですね、海峡、まあ、ケギョンですね、海峡から、高架道、カンファ道ですね、高架道に、まあ、都を、まあ、移していくわけです。で、その時に、なんとか国をこの持ちこたえようということではあったんですけども、度重なるモンゴルの侵略によって、何度も国が奪われていくというような時に、まあ、王族や貴族はですね、まあ、こういった技術者ですね、高麗政治、この写真にもあるようにですね、こういった土工とかですね、それから高麗のテジャンギョン大蔵経ですね、仏教の経典を木版によって大量に生産していくというような大事業を行ったりとか、それから三国遊佐というですね、歴史書が編纂されたりとかですね、まあ、たくさんの試練というか、その侵略を受けながらもですね、こういった文化の発展に寄与していくというような、まあ、アイロニカルなそういう時代でもあったわけです。ですから、こういったその中でですね、特に民衆が抵抗を続けながら、そしてこういった文化を発展させていったというのが、このモンゴルの侵略によって、まあ、成してきた、そういう時代でもあるというふうに考えられます。これが30年間ですね、侵略を受けながら、まあ、大きいもので6回
侵略を受けました。その後にですね、寺とかですね、文化財が焼失したりとか、国土は荒廃化していくんですけども、まあ、その中でも、この民衆がですね、何よりもこの民衆が、山の城、山村と言いますけど、山の城とかですね、島で抵抗していくというところで、まあ、戦っていくんですね。で、このモンゴルは、この関東を経由して、そして最終的に今、日本に、属を要求していくんですけども、何度も何度もそのような侵攻の機会を狙ってはいたんですけども、こういった高麗の民衆の抵抗によって阻まれたというふうなことにも考えられます。まあ、元寇というふうにして鎌倉時代ですね、まあ、こういったモンゴルが日本に、まあ、侵攻してくる時にあったとしても、まあ、こういった高麗の民衆の抵抗によって、まあ、モンゴル軍がかなり力が弱まったんではないかということも言われています。まあ、とにかく、このような民衆の力、そして民衆から受け継いだそういった文化の発展、まあ、高麗政治とかですね、それから高麗の大蔵経、テタンギョンというような文化財が定着していったという時代においてですね、注目できる、まあ、そういう時代ではあったというふうにも考えられます。で、私も実際ですね、この高華堂というところに足を運んだことがあります。この写真にもあるようにですね、これがポムルサという、まあ、お寺なんですけども、まあ、これは実際神羅の時にできた、そういう、まあ、お寺であります。で、マエソップルというですね、石のこの岩にですね、作られたこの仏様というものが見ることができます。まあ、昔は船で行き来しましたけども、まあ、今はちょうど橋ができてですね、車で行き来することができます。まあ、ぜひこの高華堂、漢和堂というですね、ところにもぜひ足を運んで、韓国の、まあ、特に高麗時代のその背景となったその土地に足を運ぶのもいいかもしれません。では、ご視聴ありがとうございました。それでは、またの機会にお会いします。さようなら。